この2本出すってことはです。直進性は出そうですね、やっぱりね。ピンノーマルのステルス2よりなんか振りやすい。にぎり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 チャンネル、貨幣店の黒沢です、よろしくお願いします。田園調布店の井田です、よろしくお願いします。はい、今日はこちらです。はい、おテラメドステールス2の HD と、はいはい、HD、はい、ピンの G430 MAX、はいはい、この2本を、この2本出すってことはです。好評をいただいてる。そうですね、ガチンコ対決でいいですか。そうですね、前にも企画して、はいはいはい、データも出して、はい、ヘッドのデータとシャフトのデータで、はい、まあ、指示出していただいたのを比較したのを今度、じゃまたデータを細かくやりながら比較してどうなるかと、はい、そうですね、はい、その2つをこう比べていきたいなというふうに思います。早速ね、打っていきましょうか。はい、はい、じゃあお願いします。はい、お願いします。はい、では早速2本、はい、比べていただきたいと思うんですが、はいはい、スペックの方なんですけども、はいはい、テラメドのステルス2の HD の方は、はい、HD ですね、 HD の方ですね、はいはい、ロフトが 10.5 度、はい、シャフトの方は純正のシャフトで天性レッドの TM50 の S、うん、はい、こちらで試していただきます。はい、わかりました。はい、でピンの方は G430 の MAX、 MAX ですね、はい、ロフトが同じく 10.5 度で、はい、シャフトは純正のアルタ JCB ブラックの S シャフト、はいはい、こちらで試していただきたいと思います。はい、わかりました。もうどっちからでもいいです。じゃあピン行きましょうか。ピンから行きます。ピンに行きますね。はい、わかりました。はい、じゃあ早速 G430MAX、はい、ちょっと打っていきたいと思います。はい、お願いします。はい、うん、ナイス、いい球だと思います。どうですか、安心感はすごいありますね、振ってて、はい、見た目の安心感もそうですし、はいはい、じゃあステルス HD いきたいと思います。これはいい球だったかな。これもいい感じですね。2本打っていただいた感じどうですか。そうですね、なんかやっぱり振り抜き感っていうんですかね、はステルス HD の方は、はい、なんか早く振れてる感触はなんか個人的な感じはありましたね。振り抜きの良さですか。振り抜きの良さ、はい、うん、で打感ですよね、はい、ステルス結構カーボンフェースなので、はい、まあ、やっぱりこうふんとこう弾く感じは、はいはい、すごくあっていいんですけど、ピン のチタンの感じも結構好きなんで、はい、ちょっとコーツつけがたいですけど、はい、なるほど、はい、ちょっと振りやすさではちょっと一旦こっちの方が良さそうかなっていう感じはします。はい、わ、はいはい、かりました、はい、じゃあ次また打っていただいて、はい、でヘッドのデータを、はい、わかりました。じゃあちょっと続けてもう一回ステルス2、はい、HD を打ちたいと思います。これは、うん、いい球だと思ったんですけど、はい、はい、当たってる感じは、ね、当たってる感じはいいですね、はいはいはい、振りやすい感じはすごいしますね、はい、ノーマルのステルス2よりなんか振りやすい、はい、なんか なんていうの、ちょ個人的にはちょっと捕まる感じもありながら、不審性もなんか出てそうだなって感じはしますけどね。じゃあ G430MAX いきます。はい、お願いします。これはいい球打てましたね、はい、いい感じですね。ああ、まあやっぱりキャリー出てますね。はい、直進性は出そうですね、やっぱりね。直進性の良さをなんとなく感じますね、はい、いい感じの弾道からも、はい、ヘッドのデータどうですか。はいはい、じゃあステルス 2HD から、はい、HD 行きましょうか、はい、まずカタログデータで、はい、総重量が 303g、 303、はいはい、でバランスが D3、はいはいはい、長さが 45.5 インチですね、うん、5.5 なんですね。そうですね、はい、5.5、 0.25 短いっていうのが特徴でありますよね。ステルスノーマルのステルスよりちょっと短いですね。そうですね、はい、なるほど、はい、で続いて、ヘッドのデータ、まあ、当社調べ の、はい、データになるんですけども、はい、まずリアルロフトの方が、はい、表示 10.5 に対して12度、はい、12度、はいはい、寝てるんですね、寝てる感じです、はいはい、で捕まりやすさは、はい、4、
4ですね、はい、いやいや捕まりやすい、捕まりやすいですね、はい、さすが HD ですね。そうですね、はいはい、で操作性の方は4、はい、で、うん、いやいや操作しにくい、なるほど、はい、直進性がいいヘッドと、はい、それはあるんですね、はいはい、でヘッド重量もやや重めの4ですね、はい、G430MAX、 はいはい、こっち、はい、G430MAX はカタログデータで、はい、重量の方が 307g、 おー、はい、でバランスが D2 で長さが 45.75 インチ、75インチですね、はいはいはい、で、ヘッドの方のデータの方は、リアルロフトが 10.5 標準に対して 10.75、うん、10.75 ですね、はいはいはい、まあ、ほぼほぼロフト表示通りぐらいに近い感じですね、はい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 、捕まりやすさが 4、はい、やや捕まりやすい、なるほど、はい、で操作性が5、おお、操作しにくいと、操作しにくい、まあ、直進性が高いですね、はい、高いっていう感じです、あ、それは感じますよね、はい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 、でヘッド重量がやや重めの 4、なるほど、というデータになってますね、はいはいはい、なので今打っていただいた感じもまさにちょっと最後のピンの当たりなんかは、そうですね、はい、そうですね、また打っていただいて、はい、次にシャフトの方、はい、シャフトですね、はい、じゃあステルス2の HD からもう一回打ちたいと思います、はい、うん、いい球、おー、ナイスショー、はい、はい、素晴らしいです、はい、G430MAX いきます、うん、これもいい当たりですね、いやー、なんかちょっと力強い感じがしますね、はい、おシャフトの感覚どうですか、あのね、はい、やっぱりこの G430MAX のこのアルタ JCB のブラックは、はい、やっぱさっきも走る感覚がひしひし伝わりますね、はい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 、先の方が動く感じ、動くって感じですね、ギュンとこう行くんで、はい、ちょっと僕苦手な方かなっていう感じですけど、はい、ヘッドの直進性が高いんでそんなにばらけてない印象かなっていう感じですね、はい、なるほどです、どうですか、シャフトのデータなんですけども、はいはい、ステルス 2HD の方のシャフト、こっちか、はいはい、からでいいですか、はい、はい、こっちで、はい、まずカタログ値で重量が 57g ですね、はいはい、で当社で測ったあの硬さでいきますと、はい、先がいやいや柔らかめの2、はい、2ですね、で中もやや柔らかめの 2、はいはい、で手元もやや柔らかめの 2、ね、2、はい、という感じですね、これはあの、はい、ノーマルのステルスとの共通ですもんね、そうですね、で2、あの前に測った、はいはい、ステルス2のドライバーの時と、まあ、シャフト同じなので、ね、はいはい、まあ、あまり癖がない感じ、ね、そうですね、はい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 、で続いてピンね、はい、ピンの G430MAX の方のシャフトなんですが、まずカタログの重量で 58g、はい、58ですね、なるほど、はい、計測データでいきますと先が柔らかめの 1、はい、やっぱ柔らかめです、そうですよね、はい、で中柔らかめの 1ですよね、はいはいはい、で手元が固めの 5、まあそうですよね、結構特徴ありますね、いや特徴、はい、珍しいですよね、でもね、これだけ特徴出てるっていうのはね、はい、さっきから考えて1、1、5って、はいはい、今までない、そうですよね、はい、癖の感じを僕も感じましたよ、振ってて、はいはい、癖強いかもなと思いながら、あ、はいはい、先がこう、まあ、中と先がしなりますもんね、そうですね、はい、そうですね、はい、でもこれね、やっぱりバシッとマッチする人にはね、はい、いいシャフトだと思いますし、そうですよね、はいはい、特にあのピンの方はヘッドの操作性もあの操作しにくいヘッドで、あ、はい、直進性がいいヘッドなので高いですもんね、はい、それとその先が動くシャフトっていうのが、はいはい、意外とこうマッチングがいいのかもしれない、組み合わせもなんかいい感じですよね、はい、なんかいい感じで操作してなんか操作してっていう感じですよね、はい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 、いう感じもあるのかなっていうふうにも、はい、思いますよね、ピンのシャフトはまあ、先中手元で考えると115って結構数字で見ると特徴的じゃないですか、はいはい、そうですよ ね、 そうですよね、実際振ってみた感じって印象どうですか、そうですね、はい、やっぱ手元の硬さっていうのは感じて、はいはい、でもまあ11っていうほどはそんなには感じないかなっていう、柔らかさとしては、はい、なんかビュンビュンビュンって感じのね、はい、イメージをこう見るとありますけど、はい、そこまではないんで、はい、
やっぱり振りづらいっていう印象は全くなかったかなっていう感じですけど、はい、確かに特徴としてはあるのかなと思いますね。そうですね、はい、シャフト単体で考えるとちょっと特徴的かなっては思うんですけど、はいはい、この、 G430MAX って、はいはいはい、ヘッドの方にもあの特徴強くて、そうですよね、はいはい、完成モーメントが大きい、操作性の部分も5の操作しにくいっていう、はい、データが出てますし、あとはあのここで出してない左右の、ヘッドの完成モーメントも、はい、結構大きめ、はいはい、で先ほど、相殺させてあのちょうど良くなってるっていう風に感じていただいたというのは、その辺かなと思います。でもちょっとね、このシャフトアルタ JCB ブラックでね、ちょっと合わないかなっていう人もいるかと思うんで、はいはい、その場合は、まあ、あのピンさんは、ね、オリジナルのシャフトが、ね、いくつかありますからね。そうですね、ツアーのシャフトっていうのもありますね、はいはい、やってもやっぱ面白いなって思いますけどね、はいはいはい、では2本試していただきましたが、はいはい、飯田さん的にはどうでしたか？僕はね、やっぱり、はい、ステルス2 HD はあのやっぱこれ良かったです、こっちの方が。確かに反応、はい、も良かったですね、はい、多分やっぱ初速もやっぱ出ますし、はいはい、まあ、重心アングルも大きめで、はいはい、感想のムートも強いと思うんで、はい、これバランスがいいですし、あ、はい、前に撮ったステルス2よりもちょっとその辺の数値が、はいはいはい、良くなって、やっぱり一番いいのはやっぱ顔、はい、顔は、はい、何点ぐらい違うかなっていうぐらい、はい、こっちの方が僕は、はい、構えやすいです、まあ、やっぱり泥出しやすそうだなっていう、はい、このハイドローなにね、確かに球が出そうだなって考えるんで、はい、僕はこっちの方がいいなっていう感触でしたね、うん、はい、ピンはどんな感じですか？ピンはね、やっぱりあの、はい、まあ、大テンションも構えた感じ、はい、でかって感じですよね、はい、まあ、これ皆さん多分思うんですけど、はい、やっぱ直進性は強いんだろうなと思うんですけど、はい、ちょっと僕のスイングだと、はい、ちょっとこのお尻が重い、はい、こっちがそうですね、はい、重い感じがして、なんかちょっと、はい、あのイメージ良くなかったっていう、はい、一言で言っちゃうと、はい、あのステルス2の方がやっぱいいイメージ、弾道がまあいいイメージでそうだなって感じがしました、ね、はい、抜きが良かったそうですね、はい、はい、まあ、ピンの方はあのヘッドもシャフトも特徴ありましたけど、そうですね、今あったこっち側の、はい、まあ、お尻が重いっていう重心が深い、はい、完成モーメントが大きいっていうヘッドはもう向きが変わらない安定性も出るので、はいはい、まあ、あの打点のばらつきにも強いですし、そうですね、はいはい、まあ、方向もこう安定しやすいっていう特徴あるあのヘッドにもなると思います、はいはい、でシャフトの方もあの特徴ありましたが、そうですね、はい、そうですね、はいはい、このヘッドを生かしたこううまくできたシャフトかなというふうに思うので、トータルするとバランスいいんですかね、はい、はい、そうですね、はいはい、なので、まあ、あのもちろんこう打つ人によってどっちが最終的に良かったというのは分かれるところではあると思うんですけど、はいはい、安定性を求めるとピンとかっていうのもありかなというふうに思います、はい、ドローを打つならこっちです、直進性ならピンです、はいはい、今後もニコルグチャンネルでは、VS 動画どしどしやっていきますので、はい、チャンネル登録、高評価、そしてコメントもぜひお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。